そう、今ジューンブライドボイスね、出ておりますので、概要欄からぜひぜひゲットしてください。団長と結婚しません？団長拾ってくれませんかね、えそろそろいやー、ちょ、団長ね、まあ、正直モテモテなんだけどね、まあもらってあげられてもいいかなっていう気持ち結婚はちょっともらってない。ほら、責任取れ、ほら責任取れや、結婚しろ、ほら、はい、左手の薬指出してんだから、はい、早くはめろ。なんか若そば、最近妹属性目覚めたん、ザーコザーコ、お兄ちゃんのザーコ、お兄ってば、ほんとちょろすぎって言ってもらって、私が喜びます。ザーコザーコ、お兄のクソザコ、お兄ってば、ほんとちょろすぎー。いや、こういうのさ、リアル兄弟いるとちょっと恥ずいんよな。リアル兄弟いるとなんかちゃんとできねえな。この度、あの時一緒にフォロワーチにいた彼女を正式に結婚しました。めでてえ。うわー、ジューンブライドしてんじゃん。ここまで来られたのも団長のおかげ、過去ハテナだと思います。ちなみにこのスパチャが読まれる時も2人で一緒に配信を見てる可能性があるので、奥さんと団長どっちが大事なのという質問をされて修羅場になっちゃうから、絶対にしないでよね、絶対にって。えねえ、団長のこと好きって言ったじゃん。団長の左手の薬指にはめるっつったやんけ。あん時おしゃべり、ホロマッチで団長のこと本当に愛してる、団長と結婚するんだって言ったじゃんっていう捏造ごめんね、嘘よ、そんなこと言われてませんと。お兄ちゃん、お誕生日おめでとうぺこ。お姉ちゃんお願い、やり方教えてどうよ。